目 の, あの神経系の情報が脳に行くんだけど、その目の神経って脳神経って12個あるんですけど、その12のうちの4つが目の神経なんですよ。で、目をこう下を向けるとか横に向けるとか、こう斜め上向けるとか、目をとにかく転がすという神経が分かれてるんです、3つぐらいにね。そんで視神経っていうのはこういう見たものが入ってくる情報だから、それはちょっと置いておいても、残りのが滑車神経、外転神経、動眼神経っていうのは目ん玉にこう転がして転がして転がしてっていう情報をちゃんと脳みそにやってるってことなんだけど、やっぱりね、12個あるうちの4つもね、神経をこう牛耳ってる目ん玉っていうのは脳がすごくそれを信頼してるんですね。なので三半規管っていうやつが本当はすごく大切な平衡感覚を持っているんじゃん。だってリンパ液がこうなったりするとか、顔の向きがこうなったりしてるのに、そのリンパがちゃんと反対に働いてるからバランスがいいはずなんですね。だから何でもかんでも全部こう平行というか釣り合いバランスを持ってるのは実は目ではなくて三半規管の方なんですよ。耳石と三半規管が平衡感覚を担ってるんですね。だけどそれをもう脳はお前なんかでなんないから知らんわって言って、目の情報をめちゃくちゃ信用してるんですね。だからすごくなんか脳の中ではなんていうのかな、こうミスマッチが起きてるわけですよ。で、あなたはなんか言ってることとやってること違うから信用できんわっていう感じで、脳は体を信頼できなくなってくるの。だからその最初に入ってくる結局前提って何かって言ったら前の庭ですよね。だからベスティブルっていう入り口、オーキュラーって目って意味だったよね。で、それの、VOR ってリフレクションっていうのは反射なんですよ。だから目とその三半規管のその情報のちゃんとした統合しないと、門から入ってる情報がめちゃめちゃ気狂ってますよってなっちゃってるわけなんですよね。なのでそれをちゃんとしなきゃいかんということで、この VOR って言ってね、動眼反射ってやってるんだけれども、目をどれくらい信用してるかっていうテストするの、これ面白いんですよ。足をタンデムってわかる？例えば左足に立ったら右足を平均台の上に乗るようにまっすぐ、このように外股とかしないでまっすぐかかととつま先をくっつけるような状態で立ってください。で、この状態の時に体重はどこにあるかって言ったら、もうこの長い面の前部にかかっているような状態なのね。だから後ろ足だけに立つとかじゃなくって、前の足の、母子球、小子球にもいるし、後ろの足の母子球、小子球にもいるの。そのグラッてなった時に指ついてるでしょ。この指がね、起き上がり拳みたいに、お前こっちだよ、おいおいおい、行き過ぎだよ、おいおいおいって言って中心にこう戻してくれる動きをするんですね。で、そうするとこの指がぐーっと中心に戻そうとすると、土踏まずがぐわってこう上がってくるんですよ。で、土踏まずがぐっと上がってくると、なんか尻キュッて締まりませんか。勝手に内ももと内ももキュッて締まりません。一番人がおっかないところですよ、怖いみたいな。だからグラグラして、うーって出てくるんですけど、で、それを足にね、狭いところにしてですよ、で、目つぶってください。もう頼るのは固有感覚って言って、足の裏と床を探るしかないよね。それからグラ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 するんだけど、そしたらそこでもうキュッと内側に締めてて、目ないのかいって言って、もう頭を振ったって、三半規管頑張れって言ってやってあげるってことだよね。ってことはすごく目がないからグラグラするでしょ。これが負荷をかけるなんですよ。だからなんかね、ちょっとチャレンジしてもらって、で、動画をこれしなくても、このふんって振らなくても、ピーって立ってるだけでも全然違う、目つぶって。その時に足の裏ってこんなに感じていつもいるかっていう話なんですよ。で、これをやった後に、はい、リラックスしてください。って言うと、足の裏めっちゃなんか床に立ってる感じしません？なんか大丈夫だみたいな感じしますよね。だからすごく足の固有感覚っていうのもなんかないのよ、みんな。やっぱり靴履いてるっていうのもあるんだけど、だから裸足でね、ベターってやってもらって、こんなになってこんなになりながらね、中心をぐーっと掴むっていう、こういう感覚でやってくれるといいかな。だからこれちょっとね、面白半分にやってみたらいいかなと思っているの。